はい、皆さんこんにちは。お疲れ様です。ケルと申します。よろしくお願いします。本日は PS4 Call of Duty Black Ops 3やっていこうと思います。と前回さあ、そっか、もう並べられるものいっぱいなんだね。なあ、これは後悔することになるんじゃないか。イモータルズは報復しようと躍起になってる。俺たちがケインの元にたどり着く頃には彼女の死体さえ残ってないだろう。もう決めたことだ。俺たちが彼女の元に行くのを連中は歓迎するだろう。俺たちがやったことを罰したがってるからな。俺たちがやったことじゃない、ヘンドリックス。奴らのやったことの責任は全て奴らにある。カオスを全部解放しました。はい。で、こっち側ちょっとね、使い方が分かってないんですよ。やったことないですよ。使ったことないですよ。広域ミスディレクト、敵の戦闘用センサーをハッキングして空中戦闘ロボットの攻撃を偽装する。うん。ハッキングして敵の戦闘用ロボットとして攻撃できるわけじゃなくて、うん、ちょっとよく分かってない。はい。で、帯電させた、エレクトロアークだね。帯電させた手のひらで危険な一撃を放ち、人間やロボットに電気ショックを与える。クールダウン時間が短い。でもこれアップグレード済んだから、命中時に光を描いて放たれる強力な電流が周囲の戦闘員に効果を及ぼす。クールダウン短いのは一緒なんだ、アップグレードしても。で次、強化カコフォニー、インフラ設備をハッキングし燃料、電気系統、爆発物の入ったコンテナを爆発させる。でアップグレードすると効果範囲が広い。いまいち。あとこっちもこれなんだよね。強化ソニック AP、 敵にエネルギー波を集中させ筋肉に強力な痙攣を起こす。戦闘員は疲弊して身動きが取れなくなる。でアップグレードでこれも効果範囲が広くなる。なんかいつもイモレーションとファイアフライばっかり使ってるから他が使い方が分かってないんだよね。まあなんかやりながら試しますか。で今回は復讐だね。はい。で作戦エリアのところ、光線、予想光線距離、明らかに遠距離が多いですね。うん、階段状になってますね。じゃあスナイパー、俺スナイパー使ってたかな。このゲームでスナイパー使ってないと思う。苦手は苦手なんでまず狙うのが苦手なんで。はい。予想される抵抗 54i 吸収部隊、このエリアで大規模な 54i 吸収部隊がセーフハウスに押し寄せている。敵は重装備で非常に危険だ。で戦闘ロボット54i は軽装備および重装備の戦闘ユニットを配備している。でヘビーアーマー大量配備、主力襲撃部隊の支援として 54i がヘビーアーマーをフル投入している。うわー、きつそう。わかった。でハードになってるっていうのはですね、ちょっと試してみたんですよ。アクセスできないかな。これミッションの方ね。一番最初ブラックオプスと新たな世界、これだけハードでやってみたんですね。まあ死ぬは死ぬわで大変でしたけど、クリアなんとかできました。はい。面白いことは面白いんですよ、いくら死んだとしてもね。はい。多分本当になんかつまらないというか気に食わないゲームだったら、何回か死んでたらもうムカついてやめますね、僕ね。はい。なのでこのゲームはいかに面白く組まれてるかってね、面白みがあるゲームかってのことがわかると思います。はい。なかなか撃たれてもう嫌になってやめる方って多いと思うんですけど、なかなかどうして面白いですよ。うわ、なんもないじゃん。
レベル1ってことはそうだよね。どうしよう。ランチャー持ってるよね、1個ね。うん、解放してあるもんね。命中率、連射速度、どっちでしょうね。命中率こっちの方が全然上がるし、ダメージはちょっと減る。射程距離が減っちゃうか。じゃあこっちにしときますかね。でここは全部アタッチメント不可なんだね。はい。で今これもうサブ意味ないよね。お、なんだこれ。リーサルの代わりにタクティカルグレネードを2つ持てる。いや適当でええわ。これでええわ。うん、サブは何もつけられないの分かってるし。はい。じゃあなんもないもんね、本当に。どこ見たって変わんないよね。これで本日は行ってみましょうか。まあちょっといじりたかったりカスタムしたいのは多々あるんですけど、まあしょうがないね。復習、難易度、ルーキーで行ってみます。で装備をまあこれは全部埋めたんで、ちょっと試しにいろいろやってみたいから、これでやりましょう。カオスコア、はい。でちょっと砂ってみますか。これで世界中が知ったわけだ。 CIA のブラックプロジェクトが大惨事の原因だったと。これでお前もケインが情報を伏せているという俺の主張を信じるだろ。彼女は全てを話していないと。テイラーはおそらく知る必要のないことを知ってしまった。その結果狙われたんだ。そうだとしてもケインは仲間だ。見捨てることはできない。ウィンズローアコードの作戦は混乱している。悪化する前にテイラーを見つけるんだ。俺たち以外にケインを救える者はいない。彼女なら救出するまで持ちこたえてくれるはずだ。シンガポールセーフゾーン。ケイン、外壁のところにいる。Q ゾーンを離れるところだ。来るなと言ったはずだ。そんなに喜ぶな、まだついちゃいない。うわ。そっちの状況は、セーフハウスは無事か。今はな、イモータルズはすごい勢いで迫ってる。すべてを破壊し尽くしながら。ああ、分かってる。手を強く持つんだ。すぐに行く。言っておくが、ケインの救出はかなり厳しい。連中は本気だ。そうか、こっちもだ。彼女を見捨てはしない。イモータルズはセーフハウスに向かいながら手当たり次第に人を殺している。こんな光景を目にするのは久しぶりだ。うわぁ、すげえな。まだイモータルズがうろついてるはずだ。通りは避けた方がいい。同感だ。ここを突っ切るぞ。うわ、数ブロック迂回できる。え、どこ行った？こっち？誰かいるね。聞いたか？聞こえてる。報いを受けさせてやれ。
クリア。豪商らは怒りに駆られてる。俺たちが弟をやったせいでな。あの女の兵士とも容赦なしだ。誰に対して？あの女に対してならこっちも容赦はしない。なんつかスナイパーの距離じゃねえし、状況はいいとは言えんな。しかも武器変えたらこっちで近距離とありえないしね。スナイパーでよかったのかな。どうする、ヘンドリクス。ベストを尽くすだけだ。悪党どもを殺す。昔のようにか。昔のようにだ。おっと、リフレックス。まだ終わりじゃない。味方か。ファイアフライ。まだ誰かウロチョロしてるね。どこにいる？ケインを救い出す頃にはテイラーや残りの連中はとっくに姿を消してるだろうな。結局こうなるんだな。ケインを助ける、テイラーを探すのはそれからだ。仲間を置き去りにはしない。ケインは本当に仲間なのか。あ、違うか。またやってるぞ。あの救いようのないバカどもを葬ってやれ。これいいか。奴らは皆殺しだ。さあ、おっと、やべ、また気づかなかった。もう横に誰かいるよね。あ、上だ。あれ、こいつファイヤーフライで今やらなかったっけ。状況は悪くなる一方だな。シンガポールには来るべきじゃなかった。うん、面白いっすよ。スナイパー結構面白いっすよ。なんかいるよ。姿勢を低くしろ。ケツ。なんだよ。え、なんでやってんの。誰かいる？これ見えないんだけど。どういった？モバイルアーマー。ちょっとこれってさ、不思議に思ったことがあるんだけど、一旦これを選択して、で再び今持ってるセットを選択すると補充されるのかなっていうのは。14。あ、補充された。あれ、スナイパーじゃない方がいいのかな。なんかね、お前は理解していないようだな。テイラー、一体何をしている。この裏切り者、機密情報を敵に流しやがって。真実を伝えた。表面上は真っ当な組織を装いながら CIA は違法な人体実験を行っていた。ある日突然台無しになる実験、無数の人々を死に追いやり、その後もさらに多くの人々が苦しんだ。自らに問いかけろ。この状況で悪者は誰だ。目の前で起きた大惨事を生き延びた者たちか、あるいは真実を隠蔽したホワイトカラーやイエスマンどもか。問題があるとはいえ、イモータルズは一つの社会を築いた。誰もが目をそらし見捨てられた人々の中で、彼らの望みは復讐かもしれない、正義を望んでいるだけかもしれない。いずれにせよ、その怒りは至極当然なものだ。テイラー、テイラー、テイラーに通信をジャックされた。
ケイン。ケインから返事がない。すでに手遅れかもしれない。イモータルズがセーフハウスに侵入したらケインは死んだも当然だ。ルートを指示してくれ。彼女についてはお前の見立て通りだったんだな。焦った、こいつ、こいつ焦った。あれ撃っちゃっていいの？落ち着け、視線がそれるまで待て。上で誰かいますね。あと大丈夫？向こうだ。ここか。ここか。あとは？この人たちは違うよね。航空機どこにいる？手早く片付けろ。視界に入るな。いやだって航空機はさ、敵に見つかったら攻撃しろ。してる。なんとなくしてるよ。危ねえな。真近くにいるじゃん。よし、今分からず試しに撃ってみたけど大丈夫だった？あそこ、なんか同じ場所に来るんだね。今のが最後だ。あ、分かった。ヘンドリックスはどこいる？それと補充できそうな場所はないか？かな。あ、なんか誰かいるように見えるけど、そんなそんなのないだろう。どうしたよ。じゃあこっち行くか。ゲート、いたんだ。止まれ。 ASP の注意を引くなよ。屋上に向かうぞ。敵の状況が少しはつかめるはずだ。あの巨大な機械があるんだね。まだね。くそ、まるでイモータルズの集会場だ。俺は上から援護する。俺も上から援護する。いや俺も上だよ。だって俺スナイパー持ってんもん。上に決まってんじゃん。すげえいっぱいいない？落ち着け、視線がそれるまで待て。誰の視線？気づかれたぞ、隠れろ。航空機先にやっちゃおうぜ。じゃあはぁ、動いてるよ。これ全然当たんねえ。こうく、ちっきしょう。当たった、当たった。違うの狙ってたけど当たった。人もいるんだね。あれ全然当たんねえぞ。すげえいるじゃん。あお、僕としては航空機やりたいんだけど。あ、いた。よし、もうちょっとサクサクっとさ。ん？今ちょっと赤いラインがどこから伸びてたよね。うん、このまま突っ込んでっていつも死ぬパターンなので、ちょっと細かく
もうちょっと見さして。いた。え、航空機まだいるの。よし、これで最後かな。このね、柱の下限誰かいる気がする。で、こいつ生きてる？生きてた。で、そこは？あ、いた。あそこだ。あとは、そっちの方で動きが見えるね。いや、やってんだけど当たんないんだよ。下手だから。ごめんね。これは違う？あれ？航空機まだいたんだ。うわー、わかんねえ。はいよ。こんなもんで大方片付いたんじゃないかな。多分ね。もう一回これ装備チェンジしたら補充されるだろうか。あ、補充された。いいね。じゃあいるじゃん。いつもこうやって気軽にやってるからさ、知らないうちに後ろから撃たれちゃうんだよね。動いてたね、今ね、ここら辺でね。あ、動いてるね。動いてる人は撃てないんだな、俺な。あんまり。あ、これは狙えねえわ。無理だな。うん、なんか、ん？そこら中にいそうな感じになってきたから降りるかな。ヘンドリックスは絶対降りそうもないから。あ、いる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 。よし、じゃあ降りるか。この影から離れるな。いで、手早く片付けろ。早速あんだけ片付け、よし片付けたとか言いながら早速いるから。なんだよ、いるじゃん。しかも当たってねえじゃん。結構潜んでるんですね。イモータルズが大勢いる。慎重に逃げ。右だ。こいつそうだよね。あれ、こんな近くで外すってどういうことだよ。まだいます。そのまま進め。おお、なんか忍者っぽくてかっこいいね。あれ。すげえ、河原の上ですげえ滑ってるんですけど。すげえ激しいんですけど、しかも。あ、弾補充できんじゃん。ちょっとあそこジャンプしますよ。あっちゃーん。あ、できんだジャンプ、すげえ。よし、じゃあさらにこっから。っていうかもう屋根の上はさ、多分俺が片付けたんだよ全部。ちょっとかっこよく忍者っぽく屋根伝いに行ってみましょうか。ほら、ね、ちょっとオーバーウォッチみたい。そっか、これ使われてみよっか。無駄に。ちょっとオレンジ色が多いんで。え、落ちた。落ちたし。ターゲット真正面。もうちょっと早く言ってくんないかな。上登れるね。
誰かいる？ここでラストか。誰もいなそうだね。よし、いた。ん？大丈夫。よし、ドア成功。本当に諦めないつもりか？ヘンドリックス、早くね。彼女をシンガポールに置き去りにはしない。ヘンドリックス、どうやって来たの？セーフハウスが突破された。パニックルームまで交代する。コードブラックを発動。お前が生きてることが分かってよかったよ。通信越しにテイラーの話を聞いてなかったか？彼から接触が？彼は何を？テイラーから何を聞いた？奴らが来るぞ。ヘイ！クソ、また通信が切れた。え、てかここのさ、ここは完全にスナイパーじゃないだろ、これは全体。じゃあちょっとこ、え、なんか使いやすいやつあったよね。なんかね、これがねレベル6今使いやすいんだけど、ちょっと他のやつ使ってレベル上げたいかな。これ使ってみよう。えっ、あのバルコニーを調べろ。我は復讐を誓った。貴様らは弱者と病人を隔離する壁を築いた。彼らを見捨て、そして忘れた。今こそ貴様らが招いた終末の子らが彼らを見殺しにした者たちに復讐を果たす時だ。これは貴様らが撒いた種。ゴージャオラ、どうやって？俺が通信プロトコルにアクセスできるようにした。テイラー、何がしたい？一体何が望みだ？決断、責任、それは常にたった一人の人間が担う。そいつを見つけたい。なぜだ？ウサギの巣穴がどこまで続いているのか知るためだ。あ、遠距離だった確実に。あのテクニカルならスナイパーを圧倒できるぞ。おっと、どこだ？どこで狙ってる？全然わかんねえ。え、なになになに、爆弾？こいつか。まあ、狙えないことはないけど、僕もスナイパー持ってくればよかった。そこにもいるのか。これ的、あ、一応当たってますね。なんかモグラ叩きのような感じになってるよ。あとあそこか。で、屋上、あれ、なんか無限脇、もしかして。これは、あ、吊り下げられてんのか。遺体か。よし、なんか次から次へと顔を出してるように見えるんだけど。ほら、また増えた。うん、落ち着いたかな。じゃあこっちから。うわ、わかんねえ。あれ、そうかな。あ、それっぽいね。もうちょっと顔出したいんだけど、撃たれちゃうかな。あれは？なんか、あれはって言って、あって適当に撃ったら、いた、本当に人だった。これそうじゃない？
あ、いますね。あ、そうだよね。これ。残りの連中を一掃するぞ。はい。了解。ちょっと待って。はい、ちょっと安全な場所に来たところで、お時間の関係で今日はここまでにしたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。僕の動画はケルチャンネル、ケルケルームチャンネル、ケルケルームゲームズチャンネル、そして任天堂ゲームメインとなるケルケルームゲームズ EX でご視聴いただけます。各動画チャンネルは動画解説欄にてご案内しておりますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter も解説欄からどうぞ。